はい、こんにちは。今日はですね、状態維持も兼ねて、自宅から12、3キロ離れた、道の駅にですねちょっと向かっております。で、まあ天気もねいいことなんで、道の駅で少しね休憩した後にもうあと少しねその辺を走って回りたいなと思ってます。私の住んでるところのあたりだとこの道の駅が多分一番大きいのかな。たまーに来ますけどねここね。いや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 、週末だけあってすげえなー、車だらけじゃねえか、混んでるね。よいしょ。ここで、ちょっとねコーヒー飲んで休憩したいなと思ってます。よいしょ。いい、あったあった、バイク止めるところが開いてるね。オッケーオッケー。意外とバイクは少ねえんだな、車の方が圧倒的に多いね。まあこんなもんか。はい、じゃあちょっとねコーヒー飲んでいきます。はい、なんかねピーナッツソフトクリームっていうのが有名らしいんで、ピーナッツソフトクリームが乗ったこのコーヒーフロート、これをね頼んでみました。あとお土産でね砂糖のまぶしてある皮付きピーナッツ、これもなんか美味しそうなの買っちゃいました。いやーいいですね、ちょっとこれ美味しそうです。はい、お疲れ様です。今ちょっとね道の駅の湘南っていうところでコーヒー飲んで休憩してきました。千葉県はねどこ行ってもピーナッツがその地域のね特産品として結構売られてるんですけれど、まあそのね一環でピーナッツのソフトクリームというのを食べてきました。まあ正確にはピーナッツのソフトクリームが乗っかったコーヒーですね。まあ要はコーヒーフロートをね、飲んできました。結構美味しかったですよ。コーヒーなんかもね結構こうなんだろう、えぐみがなくて飲みやすくて、私あまりコーヒーをねブラックで飲む習慣ってないんですけど、ソフトクリームが上に乗っかってるんでね、コーヒーの方はブラックで今日は飲んでみました。すごく美味しかったです。はい、ということで、まだまだね今日は時間がありますので、状態維持走行をこのままね続けていきたいと思います。いやー、ここのところなんかねずっと時間があってもねモンキーの整備とかそんなことばっかりやってて乗る時間がほとんどなかったっすよね。で、時期的にもね本当にバイクシーズンになったので、もう少しねモンキーに乗ってやりたいなと思いますね。それとまあちょっとね今考えてるのが、1年前ですよね、ちょうど5月の末から6月の頭にかけて長距離ねフェリーを使ってツーリングで行きましたけれども、それ以来のねちょっとこう感じになるのかな。期間は1泊2日っていう短い期間なんですけれど、またどこかでねフェリーをこう乗って、で1泊2日でちょっとこう帰ってきたいなーっていう、そういうねツーリングのプランを考えております。一箇所ねいいとこ見つけちゃったんですよ。私はまあ関東に住んでるんで、なかなかねそのフェリーに乗る機会っていうのがあんまりないんですけれども、でフェリーに乗ろうとすると、まあ去年の秋口に行った
東京湾フェリーだっけか、神奈川県のあのあれどの辺りだったかな、栗浜って言ったかな、そこから出てるフェリーでね、東京湾をこう横切って、で千葉県側の、あれは金谷って言ったかな、金谷、うん、確かその名前だったと思うんですけど、の方に渡るですね、約1時間もないぐらいのね、フェリーのねこう旅を、このモンキーをね乗って行ってきましたけれども、それにちょっと似たような感じのね、フェリーに乗れるところをね見つけたんですよ。まあこれはね実際に行ってからのお楽しみ、動画に上げてからのお楽しみっていうことにしておきたいと思いますけれども、はい、まあそこにですねちょっと今度ね行って、でまあ1日ねこうかけてですねあちこち巡って、で2日間まるまるねバイクに乗って楽しんでいきたいなと思ってます。いやーしかしモンキーは楽しいな、ほんと短気筒でねこのドコ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 っていうねこの振動もさることながら、なんだろうね、ちっちゃいバイクなんだけれどもパワーをフルにねこう使い切ろうと頑張ってる感じ、これがねなかなかけなげで乗ってて楽しいです。4速を使い切ってね走ってるっていうねその感じがねなかなか楽しいんですよね。でまあそこまでねこうなんだろうなギアチェンジに忙しいって感じではなくて、だいたい街中だと2速3速かな多いのは、で2速3速でねある程度ねカバーできちゃうんですよね。うん、だからそこまでギアチェンジも忙しくなくて非常にねこう乗りやすいですね。乗っててもそんなに疲れないし、うん、おバイク族がおるやんけ。まあ今日はね気持ちいいよねバイク乗るのはね。いやーまあ私の住んでるとこ本当ね周りは結構田んぼだらけなんで田舎なんですけれどね、バイクで走る分にはね結構気持ちのいいところですね。信号がねそんなに多くないので、よいしょ、田舎道をただひたすら走ってるだけだけど、それでもなかなか気分じゃいいもんですよ。お、イトーヨーカドーがありますね。ちょっとここで休憩していこうかな。お手洗いにも行きたいし、ちょっとここで休憩しよう。はい、お疲れ様です。気づいたらもうなんか50キロ以上走ってましたね。状態時走行とはいえそこそこ走ってきました。さああとはもうね家に帰るだけですね。家に帰るまでねきちんと安全運転で走りたいと思います。モンキーもねやっぱり大丈夫ですね。ちょっと意識的にねフロントとリアと両方ともブレーキをいろいろかけてみてるんですけれども、まあ機器自体はねそんなに大きな変化はないですけれども、まあ交換した直後のインプレに比べるとだいぶ当たりが出てきたんでしょうね。だいぶしっくりと来るようになってきたのと、それから機器がですね特にまあリアに関しては少しね、マシになった気がしますね。はい、さああとはねまた別の日にオイル交換をやって、来たらね今度1泊2日のツーリング旅行のためにね準備万端にしたいと思いますね。はい、というわけでね、今日はまあ状態で走行、そして、フロントとリアのブレーキの確認と
いう感じでおしまいです。はい、短い動画ですが、本日もね、私の動画の方ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。